こんにちは。楽しく勉強ワンポイント主塾の哲です。今日はシリーズでお届けする徳川将軍から江戸時代を見るの第6回、小沢山で夫政将軍の名を持つ家なりと、その後の2代を見ていきます。一人の人間が50年もの間トップにいた平和な日本と、そしていよいよ迫ってくる西欧列強の足音の時代を見ていきます。一緒に楽しみながら勉強していきましょう。お付き合いください。 それでは、徳川将軍から江戸時代を見るの第6回、夫政将軍家成の時代を始めていきます。今日のポイントですけれども、小田区三将軍で夫政将軍と言われた家成の長い知性と幕末への道ということで見ていきます。内容としては、まず1番目に夫政将軍家成の多数の子供たちの処遇と完成の改革を見ていきます。2番目にその次の家吉の時代。 の天保の改革とその失敗ということで見ていきます。3番目としてその次の、えー、家貞ですが病弱の上に能力もなかった第13代家貞と幕末への道ということで見ていきます。そして最後に本日のまとめということになっております。はい。それでは夫聖将軍家なと完成の改革ということで見ていきます。まずいつもの系統図ですね。こちらを見てください。 えこの黄色の道ですね徳川将軍15人15人のバトンリレーによって江戸時代260年が保たれてきたということですね家康公から始まったこのバトンリレーですねでもうこれも終盤に入ってきています、えー、前回中盤という意味では吉宗公家重公家春子だったんですが、えー、今日お話しするのはもうほぼ終盤になってくる家成家吉家沙だということになりますとりあではこの3人ですね でこ,のスこの3人ですね。で、このスライドでは家斉公徳に中心にお話を進めていきます。はい、まずですけれども、第10代将軍の家春、その前ですけれども、には子供がなく、御三弟の一橋家から家斉が迎え入れられ、家斉が15歳の時に第11代将軍となったということですね。えー、この御三弟というのは、前回お話した通りなんですが、 吉宗公が一応もうちょっと近くにということで将軍家に何かあったらということで一橋家、田す助、清水家というのを作ったと。で、実際ですね、この家春公には将軍を継ぐべき男の子はいなかったので、結局一橋家から家斉家公が迎え入れられたということになります。しかもかなり若いです。家斉公という意味では非常に特徴的なところはここですね、就任が15歳ということですね。そしてもう一つ この在位が50年もあったということも、えー、非常に特徴的なところですので、しっかり見ておきたいと。えー、江戸時代15人の将軍の中でこんなに長い人は1人もいないです。えー、本当に長い知性でしたし、えー、この50年後にじゃあ家,家成子は亡くなったかというと、そうではなくてですね、えー、息子の家を死に継がした後に、えー、大御所として実権を握っていました。ですので、非常に長い間、日本のトップにいた人ということでもしっかり知っておくべき人かなというふうに思います。 まあ,肖像がまあこれアップにしたものですが、えー、この家り校ですねそして家り校のエピソードとしてぜひ押さえておきたいのがもう一つですね家なりは40人の側室に55人の子供を産ませたとで子供をどこに養子にするかが重要な政治課題となっていたというほどに子供も子沢くさんでした えー、本当に家なりはまあ女好きだったという言い方もあるのかもしれませんが、まあ、単純に女好きというのはちょっと、えー、かわいそうな気もするんですけれども、えー、実際のところはですねこのやっぱり一つ橋家から来たということで、えー、一つ橋家を盛り立てていきたいという気持ちが強かったというふうにも言われております、えー、そのためにも子孫をたくさん残していくんだということで、まあ、ただですねそうは言っても、えー、ここの40人も側室を持って55人も子供を産むというのは まあ本当に当時であっても本当に異例中の異例でした。でその頃にオットセイ将軍となぜ呼ばれるかというあの理由なんですけれどもオットセイの、まあ、燻製をです、ねえー、粉末にして自分の勢力増強のためにやっていたと飲んでいたというふうに言われています。まあ、それほどまあ意識してなのか、まあ、やっぱり単純に女好きだったのかわからんですけれども、えー、じ事,事実として本当に、えー、これだけの子供を産んだという時代です。 長い知性の間に、まあ、それだけの平和と言っていいこのような状況というのも、まあ、当時を知る上ではしっかり知っておくべき内容かなというふうに思いますただですねそれだけではありません列強の足音はすでにこの頃から顕在化していましたフェイトンゴ事件に代表されるというふうに書いておきましたけれども、まあ、実際フェイトンゴ事件だけではないんですがもうすでに 列強は、まあ、ペリーの来航を待たずしてですね、もうすでに列強はどんどん日本に押し寄せてきているというふう、日本というか、まあ、アジア全体なんですけれども、押し寄せてきている時代だったということは、ぜひ押さえておきたいところです。じゃあ、このフェイトン号事件で一体どういうものかということで、こちらに簡単にまとめておきました。文化5年8月15日、1808年ですね、イギリス軍艦フェイトン号が長崎港に侵入し、 オランダ人2名を人質にして食燃料や食料を要求した当時オランダはナポレオン戦争によってフランスの属国となっておりイギリスとは敵対関係にあったそこでイギリスは東アジアにおけるオランダの証券を奪うべく艦船を派遣しオランダ船の打法を行っていたその影響が日本にまで影響したのがフェイトン号事件であると。 結果ですね、長崎奉行が切腹する等があったが、まあ、イギリスは食料を得て、長崎から離れていったということで、なんとか事なきを得たんですが、まあ、当時最強の国ですね、えー、最強の国だったイギリス、まあ、ただフランス革命で、フランスがもうヨーロッパ全土を席巻している頃になるんですけれども、その頃ろにまあオランダが、フランスの属国、当時フラン,オラフランスの属国であったオランダがとイギリスとの争いが、 まあ遠くアジアの日本にまで押し寄せてきていたという事実は、えー、ぜひ押さえておきたいところになるかなというふうに思います。えー、決してペリーの来航まで一切外人が入ってこなかったとか、そんなことは一切ありません。あのー、そういう意味では、日本の方うは、えー、こういう事件も経ながら、ですね知識層は、えー、世界の情勢というのを非常に、えー、的確に理解をして、危険をだんだん察知していったということで、このフェイトンゴ事件というのも象徴的なものとして、しっかり知っておきたいところです。 今のフェイトンゴ事件だけではなくてですね水戸では英国人が12人不法入国しこうした事件があったため幕府は異国船打ち払い令を出しましたこれは1825年です実はこれが後の大きな火種となりますある意味明治維新の火種と言ってもいいかもしれませんがこの異国船打ち払い令というのが幕府が苦し紛れに出したんですけれども まあ実際そんなことができるわけもなくですね。しかしこれを出したことによって、幕府は弱みをつか、えー、まれるということになります。ですので、幕末といってもペリーの来航からいきなり来たわけではなくてですね、もうこの家なりの時代から、えー、だんだん幕府の弱体化というか、えー、爆弾の、えー、幕府、倒幕の爆弾が巻かれていたというふうに言っていいと思います。えー、こうしたことがあったということは、ぜひ押さえておきたい、えー、事実ですね。 で社会の教科書でよく出てくる話をここで押さえておきたいと思います。この当時、改革をすべく、松平定信が実施した完成の改革は、民衆の反発と経済の縮小を招き、頓挫したというふうになっております。実際、この頃完成の改革ということで実行されました。 まあしかし、ですねこの松平貞ムというのは、なかなかあの厳格主義な人間で、えー、庶民に対して、もう粛清というかあの、非常に経済の縮小を行うような政策ばかりだったので、えー、結局のところ、まあ、改革といってもですねうまくいかず、えー、最終的にはその看板を下ろさざるを得なかったという状態で終わってしまったのが、完成の改革です。 改革という名で大きく取り上げられますが実際のところ江戸時代において改革という意味では前回の吉宗公の教法の改革だけだというふうに言っていいと思います完成の改革はこのような結末を得ていたということはぜひ押さえておきたいところかなというふうに思いますはい次に家吉の時代と天保の改革ということで見ていきますまずいつもの系統ですね この黄色の道、15人の徳川将軍のバトンリレーということになります。この今回お話ししているのは、この中で、もうだいぶ後半に入ってきましたね。吉宗公が終わって、先ほど話した家成子、そして次に家吉子、その次の家貞子、この3人について見ていっています。この3人ですね。で、肖像画というと、このように残っております。ここでお話しするのは、第12代将軍、家吉子ということになります。 はいまずですが長いい家家なりりのの時代ががが終わり家吉が将軍ににたのが戦歴でいうと年になります、えー、あえて西暦で書きましたけれどもこのあたりからですねやはり世界史と、えー、よく並べて見ていった方が時代がよく見えるかなというふうに思いますのでまあ家吉が将軍についたのは西暦1837年まあたいこの19世紀の半ばになってきた頃だということをまず知っておくといいかなと思います。 そして、この3年後ですね、この3年後に大陸の清と大英帝国による有名なアヘン戦争ですね、1840年ですにより、これが起こりましたで。それによって日本の知識層は日本の危機を明確に悟りました。この頃のアヘン戦争、まあ、その結果ですね、清という国が完全にもうほぼ植民地となり、ひどい状況になります。 もう列強のやりたいがままになりましたし、いい店にはシ,ンシナ人というか、中国人は入っちゃだめだということであったりとか、もう完全にアジアの人間というのは、もう人間扱いされないような状況を、実は日本の各藩の知識層などからは直接見に行ったりもしていました。非常に日本にとっても衝撃的な事件がこのアヘン戦争でした。まあ、アヘン戦争とその後の真の状況と言っていいでしょうね。 ものすごくこれは強烈な、えー、日本に対する警敵を鳴らした、えー、戦争になります。ですので、ここは、えー、この家吉の時代にこういうことがあったということを、えー、しっかり押さえておくべき内容かなというふうに思います。で、国内ですが、えー、この頃は天保の大飢饉といわれる不作で非常に困窮しましたで。幕府への反発も非常に高まったので、 えー、水野忠国、老中の水野忠国が実施したんですが、その改革が天保の改革というふうに言われます。ところがですが、えー、水野忠国の政策はことごとく不満を買って、結局、この天保の改革も失敗に終わります。先ほどもお話した通り、えー、江戸の三大改革というのは、えー、一つは吉宗公の行った、えー、教法の改革、えー、そ次が家斉公の時代に行われた、えー 管制の改革、そしてこの天保の改革というふうに言われるんですが、まあ、まともに成功したのは教法の改革だけだというふうに覚えていいと思います。天保の大飢饉に対して天保の改革というふうに言われますが、このような状況であったということはしっかり押さえておきたいところですね。で、これも教科書によく出てくるんですけれども、ここの話もぜひ触れておきたいところです。大塩平八郎の乱というのもこの頃で元役人であった大塩平八郎の反乱は、 えー、もはや幕府が信用できない存在であることが露呈したと。えー、もともと幕府側の人間だった人が反乱したということで、えー、規模は小さかったんですが、幕府は大きく警戒しました。えー、この大塩平八郎という人、まあ、肖像画はこのようになっておりますが、えー、この人はですね、非常に情熱家でして、本当にえ困窮して、どんどん、えー、植えていく民を目の前にしてですね、こんなんでこの世はいいのかということで、非常に奮起してですね、 実はこの時に出した劇文がものすごく有名な劇文がありまして、これが実は幕末の志士に非常に大きな影響を与えたとも言われております。もそれほどの情熱家で、まあ、実際、大塩平八郎の乱というのは、えー、事前に漏れてしまいまして、えー、早く潰されたんですが、この大塩平八郎の考え方、えー、本当に庶民のために今の政治はできているのかという思いは、 えちゃんと明治維新に継がれましたし、えー、それほどの影響が実はあったという欄だったということはぜひ知っておきたいところかなと大塩、まあ、平八郎をですね学べば学ぶほど非常に魅力的な人なのでもし興味ある人はぜひ見ていただければというふうに思いますはい次に 病弱の上に力も意欲もない第13代イエサダということで散々なタイトルなんですけれども第13代イエサダ公を見ていきたいと思いますまずですがこの系統でですね徳川将軍15代この黄色の道をしっかり頭に入れましょうということですねこの15人が260年のしっかり支えてきたと15人のバトンリレーによって日本は支えられてきたということをまず印象をつけるといいと思います で、今はですね、もうほぼ終盤に入ってきています。えー、家成、家吉、家貞、この3人の時代を見ています。この時代ですね。で、このスライドでは、この家貞子を見ていきたいと思います。この3人ですね。はい、まず最初ですけれども、ここ非常に重要な事実なんですが、第12代の家吉は、ペリーが来航した3週間後に急死しました。 えー、こちらの話はなかなか伝わってない、えー、社会でも習わないところかもしれませんが、えー、これは本当に急死でした、えー、家吉も非常に心配して、えー、亡くなったと言われています、えー。もうペリーの来航、まあ、一番象徴的なペリーの来航ですねで、えー、港を開けろと言われても、幕府は右往左往した時,代なんですが時期なんですが、 えー、その時に実は、えー、家康は亡くなっているということですので、えー、そういう意味でも、えー、幕府将軍家という意味でも非常に右往左往するせざるを得ない状況になったということですねじゃあその次の第13代将軍の家定というのはどういう人だったかというともともと将軍は無理と言われてました、えー、父の家康もです、ね、将軍にするのを躊躇したほどだったと言われております もともと力がないというふうにも言われてましたし、えー、家芳は本当に本気で家貞に継がせないようにしようとしたという節もありました、えー、それほどまでに、まあ、家芳の心配もありましたし家貞、まあ、にそこまで能力がなかったということを言わざるを得なかったというのが歴史の事実として伝えられていますこの人ですね家貞というのはい じゃあ、イエサダはなんでそこまでダメかという話なんですが、まあ、これはもう一つの障害、やっぱこういう障害が多かったのかなというのをちょっと不思議に思うところでもあるんですけど、イエサダは言葉がうまくしゃべれず、江戸末期の混乱期にあって全く機能しなかったということです。えー、本当にもうペリー来航でいろんな判断をしなければいけないときに、えー、言葉が、まあ、うまくしゃべれなかったです。 ただ徳川将軍の中にですね、こういう人って何人か出てくると、家、ま、重、あ、公もそうだったんですが、吉宗公の息子さんの家重公もそうなんですけれども、何かまあ遺伝的なものがあるのかなというふうにちょっと思ってはしまいますが、 まあ、とにかく事実として家様は言葉がうまく喋れなかったということで、まあ、それだけではないんですがもともと本当に政治というものはとてもじゃないけどできる力のある人ではなかったというふうに言われています、まあ、その象徴的なものがこの言葉がうまく喋れないという障害があったというところかなというふうに思いますで えこれはよくドラマにあるので、まあ、ぜひ取り上げておこうと思ったんですが、えー、性質はですね、えー、まあ性質というのは性妻という意味ですけれども、えー、薩摩から来た篤姫でした。 ね、これ有名ですね。ドラマでもよく出てくるんですが、まあ、ちょっとあえて、えー、ドラマで北川景子さんが出された時の、えー、写真をちょっと取り上げておきますが、えー性質えー、この頃はもう完全に政治的なものです。薩摩という最強の藩、えー、日本の中で最強で,で,でありましたし、えー、かなり力を持っていた藩が幕府とその頃は仲が良かったので、えーまあ、そういう意味で、まあ、政略的な結婚も含めて、篤姫が、えー、性質として入りました。 まあこの後ですね、あの、家貞は早くに亡くなるんですけれども、篤姫はずっと幕府に残り、えーまあ、幕府をそれなりに支えていったという話もあります。まあ、これも一つの、えー、この頃の時代としては、薩摩から来たということが、まあ、大きな、えー、象徴的な話かなというふうに思いますので、ぜひこの、えー、言葉がうまく喋れない家貞公に、えー、薩摩の篤姫が、えー、奥さんとして入ってきたということを、えー、しっかり知っておくことは大事かなというふうに思います。 で、えー、先ほどもちょっと触れましたが、えー、その後ですねわずか5年で死去しました、えー、わずか5年で死去したことにより、えー、将軍を追えます、えー、激動の世にあって病気のままトップとならざるを得なかった不幸を感じるというふうに書いておきました まあ、えー、いくら調子相続とはいえ、ですねやはり、えー、この時代、これだけの時代にこれこの人ではやはり無理だったというふうに思います。まあ、本人もかなりつらかったのではないかなというふうに推測するんですが、まあ、そういう意味では、えー、こんな時にですね将軍になってしまった、これが平和のようだったら、まだ、えー、家臣なりに、えー、うまく、えー、サポートさせればよかったのかもしれませんけれども。 あのこの時代ではやはり無理だったろうなということで、えーまあ、ちょっと同情の余地もあるなというふうに思って、ちょっとそういうふうに書いておきました。ただしですね、えー、幕府としてはもうこれにより、もうほぼ、えー、じゃあ将軍はどうするんだということで、もう大混乱をきたします。まあ、それがまさに幕末の時代と全く同時になりますので、まあ、このように、えー、家貞公というのはこういう人であり、5年で死去したということ、えー、ペリーが来航した年に、 えー、家康公が亡くなり家貞子がついたというこの事実これはぜひ押さえておくことが、えー、その後の明治維新に入っていった、えー、その時代背景として幕府の背景として、えー、理解しておくとその後の流れがよく見えてくるかなというふうに思いますそれでは本日のまとめに入りますまずこちらの系統図ですねいつもの徳川十五代の、えー バトンリレーですねこのバトンリレーによって江戸時代は進んでいきますし今日お話したのはその後半もほぼ終盤に近いですけれどもこの3人ということになります家なり家吉家貞この3人ですねこの3人について見てきましたまず1番家なりの時代の完成の改革家吉の時代の天保の改革は どちらも中途半端な失敗となっておりますということですねまあ、簡単に書くとこうなるということで覚えておくといいのかなというふうに思いますどちらもうまくいかなかったということで、えー、まあ、改革という名はつくんですがあまあそういうあの改革だったということを知っておくと分かりやすいかなと思います2番ですねこの辺り非常に重要になってくるんですがまあ、家なりの時代の頃からフェイトン号事件等が起こり世界情勢と無縁でいられなくなっていました もう直接的に日本に西洋列強が来るというのは、ペリーの来航を待たずしてですね、もうすでに十分入ってきていました。そういう状況だったということを知っておくことは、やはり明治維新が突然起こったのではなくてですね、あのこの危機感というのは非常に大きな、えー、日本人全員に、えー、きっかけを与えたということですので、それはもう本当にこの頃の時代、もうでに起こっていたということは、ぜひ知っておきたいところです。 そして決定的なのがこれですね。3番。家吉の頃にはアヘン戦争が起こりました。これによって、シンと大英帝国の戦いなんですが、まあ,まあ戦いといっても圧倒的です。もう全くシンは戦いになりませんでした。まあアジアの大国と言われたシンが全くの無力だったということで、いよいよアジア全体への危機が現実的になってきたということですね。これは非常に大きな事件でしたし、世界情勢としても日本にも逐一しっかり伝わっていたというふうに残っております。 でそんな中、日本の方もですね、えー、大塩平八郎の欄に象徴されるように、えー、幕府の力はどんどん低下していきました。まあ、大塩平八郎という人、個人もぜひ見てほしいところなんですけれども、まあ、明治維新を一つ牽引した一人の、一人と言ってもいいのかもしれませんが、えー、この人の情熱、一方で、この時に抑えきるということが、まあ、できたんですけれども、結果的には。 ただこういった反乱が起こったことに対することは幕府の力がどんどん低下していることの象徴だったというふうに言えますそしてそういう意味ではその中心である将軍がこのような状態だと5番として第12代家吉はペリー来航の3週間後に休止。その後の第13代家貞は就任後5年で亡くなりいよいよ幕府という体制はその維持が難しくなってきたというふうに結論付けていいと思います えもう将軍自体がですね、もう厳しい状況になり、えー、もう幕府全体もおかしくなってきたという風な時代だというのがこの家成、家吉家政のもう後半の頃になってくるともうそういう状態だったということを、えー、ぜひ知っておいてほしいというところですね。それでは本日はここまでです。いかがだったでしょうか。次回は徳川十五代将軍から江戸時代を見るの最終回となる第7回です。 次回はついに幕府が、えー、幕府としての体制を維持できしきれなかった将軍たちを見ていきますついに明治維新の頃ということになります番組を見ていいと思った方はぜひ番組登録といいねボタンをお願いします学ぶことは楽しいですこのチャンネルは楽しみながら勉強する手助けになればと思い配信しておりますぜひ次回もお付き合いくださいワンンポイントしずくのてつでした。